はい、皆さんこんにちは、青島です。今日は私は名古屋の栄に来ております。今日はですね、先日名鉄のダイヤ改正の発表がありまして、瀬戸線の昼間の急行が廃止になるということで、一回どんなぐらいの乗車率なのか、瀬戸線の急行というのは昼間どんなもんなのかというのをね、調査しにやってまいりました。ということで、ここから栄町から終点の、尾張瀬戸まで瀬戸線の急行に乗ってみて、実際どれくらいなのかというのを確認したいと思います。では早速電車に乗っていきましょう。12時55分発の急行に乗っていこうと思います。はい、それではまずはじめに瀬戸線についてご紹介をいたします。参考にする本はこちら、鉄道丸分かり、名古屋鉄道のすべてということで、この旅と鉄道編集部さんが出して見えるこの本を参考にご紹介していきます。瀬戸線というのは唯一名鉄線の他の線路と接続していない線路でございます。約20キロの独立した路線ですが、都心直通の利便性にも恵まれ、通勤通学客でにぎわっております。もともとは貨物が主力の路線で、瀬戸の陶磁器産業の支えとあって発展しました。瀬戸線は他の路線から独立しており、カーブが多いことや列車の追い抜きができないことなど、ちょっと古い面もありますが、早くから複線化、電化が行われたほか、都心よりは地下、高架区間が長く、他の路線よりも優れている面が多いそうです。しかも最近では高性能の VVVF インバーターの制御車に統一され、今乗っている4線系ですね、線系の振りにもかかわらずスピーディーで定時性の高い運行を行っている路線ということです。現在小畑大森金城間で約 1.9 キロ高架化工事が行われており、線路は仮線の仕様となっています。完成は2023年度の予定だそうです。ここの工事区間がある関係で1本だけ3300系4両編成が入っておりますが、こちらの高架化工事が完成した後にはこちらの3300系は本線の方へ、名古屋本線の方へ戻る予定となっているようです。それで5月22日のダイヤ改正についてですけれども、昼間の時間帯、瀬戸線は昼間の時間帯10時から15時の間の急行列車の運転を取りやめるという予定になっております。栄町のダイヤで確認をしてみますと、昼間の時間帯は1時間に急行が2本、準急が2本、普通が4本の1時間に8本ダイヤとなっております。で、普通列車の4本のうち2本は途中尾張旭駅で、終点、行き先は終点となっております。急行準急の停車駅はそれぞれ表のようになっておりまして、急行は尾張旭駅から各駅に、準急は小畑から各駅に止まるようになっております。ですので、現在急行と準急の違いは印旛、朝日前、この2つの駅に止まるかどうかだけということになっております。また瀬戸線のダイヤのミソとしてはですね、さっきもご紹介しましたが、途中で、普通列車の追い抜きをしないという線形になっている、これが今回急行列車の昼間の時間帯の運行取りやめに大きく影響しているなという印象があります。もう一度栄町の時刻表で確認してみますと、バツ印を打った急行が運転取りやめで、その一歩前に走っている尾張旭行き、この普通列車が尾張瀬戸行きになるようです。僕が丸バツつけたように単純にそういう風に変更になるわけではなくて、多少の時間の調整っていうのはあるかもしれませんけれども、瀬戸まで行きたい人、瀬戸から栄まで行きたい人が所要時間がちょっと伸びるっていう事実はあるんですが、途中の追い抜きがないということはですね、結局来た電車に乗るしかないということになりますので、普通列車よりも急行列車の利用客の方が少なければ、当然急行列車が削減されてしまうという結果になるわけですね。じゃあ実際どうだったかと、急行列車の利用客の状況はどうだったかということですけれども、この日一日瀬戸線、急行乗ってみたり普通乗ってみたりいろんな乗り降りしてみましたけど、印象としてはですね、やはり普通列車の方がお客さんが多いような気がしました。つまり急行停車駅だけ利用するお客さんよりも、それぞれ細かい駅に止まっていく普通列車のお客さんの方が多い印象だったので、急行運転取りやめやむなしと
といった印象があります。その分瀬戸から栄までのお客さんにとっては10分ぐらい所要時間が伸びますので、多少不便なことにもなりますが、さっきも言いました通り急行列車よりも普通列車の方が混雑してましたんで、急行列車なくして普通列車を瀬戸まで伸ばしてもこれは仕方がないのかなというね、印象を持ちました。で、あとは今後ですけれども、この利用客の減少が果たして今のこの流行り病のせいなのか、それとも、それ以外の要因なのかということで、ダイヤの組み方は変わってくると思うんですが、病気の方が落ち着いてきて、また出かける人が増えてね、昼間の時間帯でも移動する人が多くなるのであれば、急行運転復活もあり得るのかなという気もいたしますが、こればっかりはね、なんとも分かりませんよね。生活様式そのものが変わってしまってますんでね、テレワークとか、鉄道を利用せずに車で通勤するとか、そういった人も増えてきているようですので、鉄道利用自体が、今後、増加に転じるっていうのは正直厳しいのかなっていうのも僕なんとなく思いました。あとは今工事している高架化工事の北山駅の配線がどうなるのかっていうのでも一つ、変わってくるのかなという気がいたしました。資料を見てみたんですけど、どうもね、2面4線にはなってないですよね。あれ2面3線で真ん中が折り返し線のような形の、ホームの形になってたんで、そうするとやっぱり今後も北山で環球の接続はしないということだと、ダイヤは今まで通り普通列車が終点まで逃げ切るというダイヤになりますので、そうするとやっぱり急行の運転の仕方も変わってくるのかなと思います。あそこが2面4線で緩急接続ができるという、駅にするのであれば、急行の、利用もまた増えてきて、瀬戸まで先に急行が行くというダイヤの組み方ができますので、そこら辺がちょっとどうなのかなという感じがいたしますが、そこちょっとね、資料を見ただけでは分からなかったんで、もしご存知の方見えましたら下のコメント欄にね、記入していただけるとすごく嬉しいです。はい、ということで、列車の方はね、終点の尾張瀬戸駅に到着をいたしました。やっぱり急行自体はそこそこ人は乗ってましたけど、急行の止まらない駅のお客さんを平均化してご案内するということでは、急行をね、運転取りやめて各駅停車普通列車を延長で運転するっていうダイヤの方法もありなのかなというような感じがいたしました。はい、ということでね、今日は、瀬戸線のレポートでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それでは。